この事件は福岡県飯塚市のウルノ小学校1年生の2人が登校途中に行方が分からなくなり、雑木林の中で殺されて見つかったものです。どうやって連れ去ったか、どこで殺したか、動機は全く分かってないです。同じような車を持っていた久間光俊被告が容疑者として浮かびました。出会いに出たやないかって、もうこれは間違いないぞ。すぐ電話して行きましょうと、打ちましょうと。慎重な検討を加えた上で死刑の執行を命令した次第です。一人の命を国家が奪ったかもしれない。やっぱりもしかしたら違うんじゃないか。私の警察人生を左右したような事件ですよね。要するに死刑になった事件がね、ひっくり返ったら大変だと。特段の競争のプレッシャーに負けたというかですね。警察官が誘導したと考えざるを得ないわけです。弁護士は証拠を作る。確か。棄却です。断じて許すことはできない。証拠のね、でっち上げでしょ。犯人に間違いありません。彼女らの怨念ですよ。ここから先は、やぶの中じゃないですか。どっちかが正しいんでしょうか。